その通りだと思います。また広く人材を募集をしてですね、その中から最も適任者を選んでいくという方法のシステムも非常に有益な方法だと思っております。今独立行政法人改革の中で、有識者の会合等でですね、今後の在り方や人材の登用の在り方等も含めて検討しているところでございます。大島敦子、安倍総理ですね。